はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ステラの実況プレイをね、続けていきたいと思います。今日で最終回ですね。最後に一応このストーリーの考察とかもね、出してますので、よかったら最後まで聞いてやってください。もしくは考察に興味ある方はね、最後まで飛ばしてみてください。それではやっていきましょう。こっちでいいんだよね。ジャンプジャンプ、あ、これ乗る。おーっいや、もうね、慣れたから、うん、大丈夫。ここね、もうこれに飛び移るんだよね、きっと。せーの、ほっ、ちょっとね、重力がおかしいんだよね。軽くなってるの、ここ、ふわーって。これで、ちょ、あー、ステラなんなん、今の。これで乗るんだね。あ、これまさか、なんかしないとやばい？大丈夫？大丈夫？オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。これで、おい、これで、ああ、滑るー、死んじゃう。あ、大丈夫だった。え、これでもう、ちょっと失敗？もう一回やればいい？もう一回やり直しだね、これ。じゃあ戻って、なんか来てる。なんで白いの出ないの？うわーなんだそれ、あ、なんだこれ。すごいカメラが引いたけど。あ、なんかヒントってことかな？あ、よく見ろと。よく見ろというヒントだね、今のきっと。わかったわかった。これに、まず乗るんだよね。これでかわして、で、下に降りて、あれがバーって来る前にこっちに来るんじゃない？で、何もないな。え、でもあいつが来ちゃうよね。あいつが来た時ジャンプでか、お、待って、なんか来た。おっしゃ。あ、これに乗れってことね。分かった分かった。あ、なんかすごいね、面白いよ。コントロールみたいな世界だね。いや、でも明らかになんかもう超科学力文明だよねこれお、なんだ、アビオン、かっこいい。あれはステラが出てきた時の、何これ、お、何、これ光ってるとこワープするのかな。違う、なんかのスイッチが入れられる。あ、登っていけと、あ、ぐるぐる回っていくから、道をね、うまくつなげろと。こうかな。2パターンしかないね。これどうすんだ。2パターンしかない感じだね。あ、じゃあこれを回して、右でも左でも変わんないって感じだよね。この下の四角いの動く？もしかして。これ動くんじゃない？あ、ほら、動いた。よしよし、どうやって引っ張ってんだ、ステラ。それどうやって引っ張ってんの？明らかにツルツルだよね。これ届く？あ、届いた。お、ナイスすごいぞ。ピヨーン。なんで私はこんなことしなきゃいけないんだ。あ、また下の動かすんだね、きっと。一応ワンクッション入れて、ワントラップ入れてね、即死しないように。このステラなかなか運動神経、身体能力高いよ、これ。自分の身長の2倍ぐらいジャンプしてるからね。ん？あ、下に降りんのかな？だって他にないもんね。これ戻っちゃうもんね。下に行くしかない。あのスイッチを入れろと。おっと、大丈夫。おっと。さあ、足の骨折れるよ。そんな高いとこから飛び降りたら。まあ、でも重力があれだからね。重力が軽くなってるから。ワープゾーン出た。さあ、バビューンって上に行くだけか。オッケー。来た。上に来た。またレインボーロード。走っていく。このステラは一体何なの？目的は知ってるのかな？どこかに行こうとしてるんだよね。あの、モンスターたちが行ったところから。ここは明らかに別宇宙というか異次元空間だよね。ピラミッドみたいな、これはなんだ、緑のあれなんだろう、乗ってみたいな。あれに乗ってみようか。ポン、あ、エレベーターか。届くかな。あ、これ乗れんじゃない。あ、乗れんじゃん。これでいいよ。はい、スイッチオン。おーっと、逆さになってるのがある。逆さのスイッチがあるね。あれをやっていくんだろうな。
これでなんか上にワープゾーンがあるけど逆さになって、あーひっくり返ると、今度ははいはいはい、なんかステラ、インターステラーみたいな雰囲気似てるね、確かに。あのもしくは2020年、あダメか、 2000X 年宇宙の旅みたいな、なんかあれみたいな感じだね。よいしょ、これは面白いわ。私大好きこういう SF の、なんだろう、世界観世界観こういうのいいよ、私 SF 大好きだから。これで多分上に登ってくんじゃないかな、ひっくり返したから。よいしょ、こっち行って、これでエレベーター乗れるもんね、俺に。よし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 、エレベーターで行ける先のスイッチを入れるということですよ。よいしょ、じゃん。あとあれを逆さにしないといけない。これで行ける？どこまで上がる？このエレベーター。ポン。よしよしよし。あそこにジャンプで入れちゃうかな？いや無理だろうな。逆さにしないといけないんだよねきっと。おっと引いた。これはひっくり返る前兆。ガガン。エレベーターだ。あれ上がひっくり返ってくれないな。下に行くのかな。この下のスイッチ入れてみようか。よいしょ。お、またひっくり返るね。あー、来た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 、これだ。これだわ。あれ？なくなっちゃった。回転するやつはどこだ？これで一番上を回転させるスイッチがあるはず。あ、下に降りる。これか、じゃあ。これ？あー、これだ。これでクリアだね。よし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 、このエレベーターで上に登ってって、これで、おし、届いた危ないギリギリあー、よしよしよし、これでいけるね。よいしょ、あ、それと、 OK。 いや、このストーリーはなんか壮大、壮大な雰囲気だけは壮大な感じ感じだよね。なんだろう、ピラミッドの石の文明のなんかはるかアドバンストというか、さらにさらにずっとずっと先の石文明みたいな感じだよね。ラピュタとか近いかもね、飛行石とか、まあ、あれのさらにさらにずっとずっと進化したみたいな感じだよね。これ面白いわ。どこまで上がるん？上に行くと何があるんだろう。わ、ワープするんだよねきっと。今ワープしてんだよね、宇宙かなんかをきっと。バビューンってこう飛んでく感じ、あの入り口から。何これ、 iPad、 iPod みたいな、危ねえiPod みたい、おい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 、落ちるんかい。なんなん今の、スピーカーかと思ったけど、あれみたいだね、あのミニポッドみたいあれ、おお、オーロラみたいだ。なんか来たよ、合体。あー、分かった、これ順序よくいかないと石に挟まれて潰れちゃうってやつでしょ。ほらほらほら、あぶね、なにこれ、これなんかすごい、なんだろう、何千年後かの iPod みたいな感じだよねこんなんで人は音楽を聴くのがもしかしてもっとすごいんだろうな。これなんだなんだ、iPod のスイッチが合体していく。あちゃん、これ乗っていかないといけないんでしょ、きっと。先に先に。なんか昔々あったね、ゲームに似てるね。なんて名前かも忘れちゃった。IQ だったかな。私好きでずっとやってた覚えがあるんだけど。めちゃくちゃ古いゲーム。おーい、危ねえなんで回転するんだ、そこで。危ねえひでえ回転するんかい。わかったわかった。こっちから回転した方に乗れと。ことだね、近未来 iPod ミニっていうか iPod ヒュージだよねこれiPod ヒュージがすごいことになってる。音楽も壮大なのが流れている。これまた回転するんだねきっと。あー、来た来た来た。あ、上に上がってけと。分かった分かった。これも失敗するとすぐ死んじゃうから、こういうのはね、もうどんどん先に
いけると思ったら進んでった方がいいんだよね、こういうのは。これで、これ乗って、すぐにジャンプ。ほら、届いた。オッケー。危ねえ。やっぱりそうだ。どんどん動いていかないといけないんだよ、これ。頑張れ、ステラ。この先に何があるのか私にはわからないが。きっと何かの、コンサート会場か何かが待っているに違いない。いや、なんかのあれだよね、ライブに向かってるとかだったらめちゃくちゃ面白いけどね。そんなわけないか。ライブに間に合わないみたいな。はるか未来の人類のライブへ向かう女の子のお話。なんかだんだん文字が見えてきたぞ。あれはなんだ、すごいもんね。おー、届いた。 OK、 これでね、だいぶ安全になったと思う。本来ここには来ないはずのところにいるから、私。文字だ、あの石碑の文字みたいなやつだ。これは誰が書いてるんだ、あのロボットか。ピラミッドの逆さピラミッドが書いてるんだよね、きっと。まあなんか全然わからないけど、きっとなんかの文字なんだろうね。呪文というか。よっしゃ。おう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 おお、でかっ。でかでかいだろうこれ。すげえ、ラピュタみたい。なんかおい、真っ暗になっちゃったぞ。ステラ、おお、なんかすごい。これあれだね、光の速度でワープしてるみたいな、そういう感じ。バーンって、なんか光の速さでワープするとああやって光が真ん中に集まってくる。見たことあるよ。これ何、石がいっぱい、お墓みたい。なんか石が全部さ、お墓みたいだよね、本当に。なんかある、あ、ドアだ。これゴール、これクリアじゃね。到着しました。これでステラはあのモンスターの星から脱出するんでしょ、ワープで。ほら、これで、なんか人類がもう逃げた他の惑星に行けるんじゃない。あのモンスターたちに滅ぼされちゃった、運命がなくなっちゃった地球くれ。多分ステラは寝ぼすけで寝ぼすけなんだよね、きっと。え、あれ、なんかボロボロだぞ。あれ、何ここ。あ、でステラはきっと脱出のみんなに間に合わなくて、あ、いけねえって言って追っかけてきたんだよね。で、母星に今ワープしたんだけど、母星が実はもう廃墟になっていた的な、そんな感じ。え、母星がもう滅びちゃってたの。ステラは遅れたおかげでなんか助かった的な、そんな感じ。新しい新天地はなかった、実はなかったみたいな。人類は実はもう滅んでいたみたいな。そういうお話これ。ステラがそして最後の人類だったみたいな。寝坊したおかげでなんか光ってる。わ、人が死んでる。疫病かなんか、なんか人がとにかく嘆いて死んでるね。みんな死んじゃって嘆いてる的な。これは壊れちゃってるね、壊れちゃってて見えない。あ、このステラ、みんながいると逃げてった先もう滅んじゃってて、人が死んじゃったみたいな感じ。なんで無重力なんだ、ここ。まあ、ここまだあれだね、きっと。ん？待て待て。ここはまだきっと星にはついてないんだろうね。なんか異空間みたいな感じだね。この石があるもんね。この石がある時点で異空間みたいな感じなのかな。これは？太陽。人を嘆いてた人がモンスターになって、モンスターになった。あれはやっぱ人だったんだね、元。うん、そうだと思った。そうだろうなとは思ったんだ。あ、太陽の光で、人がモンスターになっちゃったということでいいのかな、何らかの表紙で。太陽の光でモンスターになるってどういうことだろうね。これは、アステラが、
降り立ったか、いや、ワープしたのか。これはなんか月が3つあったから地球じゃなさそうだね。ステラがいるか来たか、ステラが飛び立ったみたいに書いてあったね。今ステラが飛び立ったのかな。でモンスターたちがいっぱいいましたよみたいな話だね。これ全モンスターたちだねきっと。あ、でステラは到着しましたよって感じ。なんでこれが今もう書かれてるんだ、わからない。全然わからない難しすぎる。まあ、この手のゲームはね、リンボーもそうだけど、なかなかわかんないんですよね。あ、これはステラの母星じゃない。月がないもんね、割れてる。あ、で、あれだね、モンスターたちが来た惑星はなくなっちゃったよみたいな話。ん、あ、ステラがまた石になった。あれはなんだ、星が、星が爆発しちゃった。あら、あ、ステラ、え？え？星がなくなっちゃった。終わり？終わり。あ、クリアだね。ああ、そういうことか。いや、どういうことだそういう、どういうことだ、わかんないわかんない。ああ、でも面白いね。面白い。なんか、すごい深そうだね。あ、なにこれ？エンディング。お城？地球？いや、太陽が2つある。なんだ？おお、これが星が割れると違う。え？アステラの石だ。あ、なんか字が浮かんでる。あ、ステラがここにまた来るのかな。え？何エンディングの最後。あ、なんかでも人が建てたであろうお城とか立派な町がありそうだったね。だからどっかでステラータイプの人類がきっと生きてるんだよね。で、ステラは脱出するときに寝坊してみんな待ってって言って追っかけてって、ギリギリのその星の最後を見たみたい。地球だよね、きっと。地球の最後を見たみたいな感じなのかな。ちょっとですね、考察してみたんで、それをね、紹介したいなと思います。で、まず最後のここ、このお城があるところ。ここは太陽が2つあるんで、地球じゃないと思うんですよね。だからステラの母星だと思うんですよ。で、今このステラの石が現れたということは、ワープしてステラが到着したのか何かしらの形でステラがこの石を送ったのはもう間違いないよねって話で、母星にステラが送ったんだよね。かもしくは自分が飛んできたということだと思うんですよ。だからこの石碑っていうのは明らかに異次元を通ったワープ装置、異次元を通ることでこうワープする装置みたいな、そんな感じだとは思うんですよね。スタート地点でも現れてるみたいな感じだよね。ただ気になったのが、スタート地点の方の石碑には文字がない、何の文字もない、ステラのマークだけあると。だからステラは最初の時ポッてステラだけ来たんだよね、ここに。どういう形か知らないけど、寝ぼけて起きたのかもしれないけども来たんだと。で、最後のところで、ここは歴史みたいに流れてんだけど、このなんか惑星、干からびた惑星だよね。要するにここでは 人が死んだという感じで書いてあるんだよね、最初に。で、歴史が流れてく感じで、ここだと太陽の光で人々がモンスターになっていったみたいに書いてあるんだよね。進化のあれみたいに書いてあるよね。でも太陽の光で人がモンスターになりましたと。嘆いてた人たちがね、最後モンスターになっちゃったみたいに書いてあるんだよね。で、これが気になるんだけど、月が3つあるんですよ。だからステラの多分母星で、これはステラが来たっていうよりは、なんか光に乗ってステラがここから飛んでったみたいな感じかなと私は見えるんだけど、ステラが到着したのかもしれないけどね。で、ステラはそこで飛んでった先でいろんなモンスターたちに出会いました、こんな感じでしたみたいな話だよね。そんなに敵意があるようなもんな絵じゃないよね。モンスターがこういうのがとにかくいたみたいな感じで、で、最後この干からびた惑星は消滅するという運命なんだよね、きっと。もう爆発するという、で、現実に爆発しちゃったよと
でその爆発した後にステラはあの石碑を母性に送ってきたという話じゃないのかなって感じなんですね。でギャラリーにいくつか絵があって全然アンロックできてないんだけど、ヒントがねいくつかありましたね。で最初にあったのは再び目覚めるならこの道に定めは待っているみたいに書いてあって、だからあれだよね、ステラは再び目覚めるのだっていう誰かに送られたかなんかだよね、任務かな仕事か分かんないけど、とにかく誰かに送られた存在で、これは夜とともに来たる死の天使、見守る者として世界に降り立つと。これは多分人間側がそう言ってるんじゃないのかなって感じなんだけれども、下で崇めてる人たちがねいるんですよね。だからあの死の天使って言ってるけど、あの宇宙人みたいに見えてるけど実は人間なのかなみたいな感じで、まあ、結論から言うと多分私の考察なんだけど、この干からびた惑星っていうのは地球なんですよ。で数十億年後太陽が大きくなると太陽光が増大して地球の生物は激減していったと。で生き残った人々はその強くなっちゃったね、太陽からの放射線とかによってモンスターになっちゃったと。でステラはもう その頃は何十億手経ってるから科学力も随分進歩していて、ワープ装置とかも開発していて、ステラはすでにその装置を使って脱出した、外宇宙に脱出した人類の、ね、子孫みたいな感じなのか分かんないけども、で人類の起源の地球が最後が来たと、いよいよだからいたたまれなくなったのか、もしくは任務かなんかでやってきたと。その当時人類が地球から脱出するのに使ったね、石のワープ装置を使ってやってきたという感じじゃないのかなみたいな。で最後を見届けてこいみたいな、そういう任務で、最後の石碑の文字は亡くなってしまった地球とその生物たちのためにステラがこう刻んだあのお墓の石の文字みたいな、地球何年という何年あの没みたいな、なんかこういう生き物たちがいたそのあれを記念を残して思い出を残してみたいな感じ、わかんないけど、で最後ステラがあれだね、地球と一緒にいなくなったのか死んじゃったのか、それとも一緒に母性に戻ってきたのかはわからないけどもって話だね。でステラの意味なんですけれども、墓石とかね火っていう意味があるんですね。でそれとは別に惑星っていうか星っていう意味もあるんでしょう。だからこのゲームのタイトルは地球の墓石っていう意味なんじゃないかなと私は思います。で数十億年後に地球が死んでしまった時の様子を書いたゲームで、ステラはその時何かしら宇宙人かなんか知らない、人類の子孫か知らないけれども、何らかの悲しい、まあステラっていうか女の人だよね、何らかの形でその最後を見届けに来たと。でその報告書を石として母星に戻したよみたいな、そこに地球って惑星がありましたよっていう、多分墓石をね残すための存在だったのかなみたいな、それが神様のファンタジーなのか、今言った SF みたいな、もうすでに外宇宙に脱出したその時にもしかしたら宇宙人が手助けしてたかもしれないけれども、とにかくその人類の最後の、ね、未来の姿だった人ということなんじゃないかなと私は思うわけですよ。うん、まあ面白いね。そう、いろいろ考えるとすっごい面白いけどね。こういうゲーム、リンボーもそうだけどね、いろいろ考察するのがめちゃくちゃ面白いんですよ、このゲームは。この手のゲームは考察するのが面白い。だからね、皆さんもね、何か気づいたらね、よかったらコメント欄で教えてください。それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。皆様の良きステラーライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。